日向は一旦2着に上がっておきたい。水原は最後親番があるとはいえ打点見える手をしっかり狙っていきたい。最後は現状4統一から5統一へ、すなわちそれはチートイツのイーシャンテン。親番園田敗敗の段階ではかなり苦しく見えました。そうで、自分役敗重ねたかったのに役敗欲しそうな人がいるから先に切ってたんですよね、うん、あーこれ嬉しい、敗重ねた。これだともう本一だ。はい、初は園田が1枚切っている。あ、初泣けるじゃない。そう、水原まあ、結果として水原に重なることがないのでいずれは出ていく牌に見えます。チートイツなら言いそう、いい、決めました。完全にチートイツに決めた。第5なたは園田を突き放すような上がりがしたい。イーマンは自身でポンしている牌の水原でも進行によっては果敢もあるかもしれません。もうだいぶ離れたねラス目なんで、うん、水原さん果敢そうですね。なんかね、思い切った選択は取りやすいでしょうか、はい、まあ、手が進んだ時の話ですけどね、うん、そうなんです。まだ水原ちょっと手の進み具合は芳しくない。これで一手進んだ、うん、一応ねくっつきの候補ではあるんですね今はね。しかもね自分で今ポンしてるから、うん、2万や3万みんなちょっと使いづらいのではという思いもあるか。よくここまで持ってきました。こんな綺麗な石当てになるって、ね、両面両面ですよ、うん、どっちから切る。パーマンから今のうちですね。はい、そして今のうちと切られたのを水原がポンしていく。あ、初切ると、初切ると今度は日向がポンです。さあ日向もやくやく本一8000点見えますよ。水原イーマンは大事なくっつきの種、なんとか一上がりしたい。あ、これはギレンはです。うん、あの自分で20名切ってますけどね、うん、短期待ちも出てくるかもしれないんで。そうなんです、ドラのナンね、はい、実は誰も持っていない。これ園田さんにもドラのナン切ったらもう完全にストップですね。はい、さあそして園田が両面選択のお時間ですね。本当は両ワン払いたいんだけど、水原さんね、水原さんにも日向さんにも危ないから、はい、はい、ちょっとこういう良さげなロッキーピンを切っていかなきゃいけない、うん、まあ、実際2人ともマンズに染めています、うん、であとですね大事なことがありました。日向がチュンとハツをポンしているのでハクはまだ1枚切れです。水原さん、水原ハクね、あ、リッチ知らんねと。園田さん、ハク見えてませんけどね、1枚しか、1枚見えてるのが結構大きいっすよ。そっか、1枚とゼロでまた違うんだ、うん、全然違いますね。で、マンズ待ちでぶつけました、はい、リャウマンです。これが山に、え、嘘、5枚本当だマンズの本質が2人いるのに5枚山、5枚います、間違いありません、そんなことあるんですね。で、日向さん、これロッキーピン払ったリーチに対してね、やだけど、まあ、パーピンとチーピンの切り順でね、ちょっと切りやすいですからね。パピンの方が出てたんで、うん、7788って持ってたらね、チーピンの受けを残して8から切るんじゃないかっていうのができますね。はい。さあ頑張って泣いて手牌を狭めていた日向水原に対して打ち抜かれた親リーチ。まっすぐ行くならね、ちそうですけど、今これはね、ソナだからポンしてるので、ソナに対して現物です。苦しい。そして第5もちょっと園田、親の上がりは自分のトップを脅かす存在です。え、現物あります？ウーピン現物じゃないですよね。ダブルワンチャンスかな、うん、でも当たりうる範囲ですよ ね、 そうですね。あ、違う、3ピン4枚見えてる。第5目線だけノーチャンスか、はい、うん、で78の切り順だとウーピンのシャンポンもなさそうですよね。5578だったら8切ったらね、ローピンの受けがありますよね、うん、さあ一発じゃないならいくか。いや、パーマンポンだから9万のくっつき弱いですね。ってことで、苦しい、うん、まあ、パーマン先切りして
てまで6球満残ってるかどうか精査してるんじゃないですかね。聞いた杯は9万だと思いますね。ハクはね、自分第3弦のためにね、あ、第3弦がある、日向さん第3弦あるから切りにくいですよね。第3弦小3弦そうなんです、うん、実際ハク2山ですからね。これ9万切った、うん、はい、さあ5枚もいるよ。ドラのな怖いちょっと嫌ですよね。思い切った攻めをしてくる人に対してはね、怖いですよ。あー、テンパったけど振り点、振り点かつ切らなきゃいけない牌が白です。うん、ちょっと日向さんがねもじもじしてるように見えたら白切りやすいんですが今切れないね。皆さん押してますからね、うん、はい、これはねもうそうだとしては5枚も入れとは思ってないと思うんですけれども、早く決着つけたいですよね。あー、ちょっとやめたがってますね。いや、そう、全く取っていません、うん、なんなら自分で先に2枚切ってる。ただ日向押すときは押すぞ。でこんだけ押してる日向がチュンと初ポンしてるんですよ。怖くないですか他の人たち。1枚減った。スムーズに押してる感じはあんまりしないんでね、うん、なんかすっきりした第三元転廃っていうのはあんまり見えないですけどね。でも、うん、私園田さんだったら、はい、もう絶対ハク掴みたくない。もう食べたいハク掴んだら。ちょっと食べるとこじゃないと思うな。食べるとこ、まだ一生に一回食べるとこだったらここじゃない。ここじゃないと思う。一生に一回だけ使えるとしたらまだ切れるこれは、っていうぐらいの、一応まだ第三元じゃないか。めちゃくちゃ怖く見えてしまう。大悟が巡り巡ってチートイツのイーシャンテンに、あー、ほらやっぱりやっぱ怖いじゃん。怖いですよ。怖いですよ。通りましたけど怖いでね。いくらもじもじしてても怖いもんは怖い、はい、虚勢は晴れない。これは、はい、まあ、我々はねめちゃめちゃ怖い。神目線で見えてますからね。いろんなパターンありますから。もう、ね、落ち着いて、ツモ命からがらのツモ1300オールリーチツモピンフ、裏は乗らないか。1300オール、いやでもこれは嬉し上がりだ、うん、大きいです。ハクのピンチを乗り越えたから味わいが違いますね。1300オールもそうそう、てか2人に危ないですからね、ハクね。いいってなりますよ、うん。何の2曲1本場、園田連チャンです。ドラは9万。